平穏な我が家での一時を現れただけで悪夢に変える、おうちの厄介者ゴキブリ。日夜ゴキブリと激闘を繰り広げている人もいることでしょう。2010年の8月に、そんなゴキブリに対して詳しくなれそうなスレが立ちました。ゴキブリの研究してるけど質問ある？あるなら聞くよ。あ、そうそう、器用ではないです。ある研究機関で研究してます。地球は、人間とゴキブリの2種類が仲良くできるほど広くはないのだ。人間と比べたらゴキさんのが子さんだからね。食ったら死ぬってほんと。それは都市伝説。なんかの漫画の影響だった気がする。なんでそんなもん研究してるの？もともと昆虫が好きだったんだけど、大学の時海外の文献読んで、それから興味持ってさ。やっぱ理系じゃないときついもんかな？そりゃ理系だよ。生物と科学の知識は必須。奴らを見た時のあの生理的な嫌悪感は何なの？携帯だけ見ると、コオロギ島とそう変わらないが、まあ感覚的に言ってあの黒光りだろうね。ゴキブリの交尾見て興奮したりする？ねえよ。好きなのに殺すことの研究してるんだろ？確かに殺傷実験もするけど、僕は企業関係とは関わり薄いからあまりしない。電子レンジでチンしたら爆発するってほんと？するともしないとも言えないな。種類や、そのレンジの形態にもよる。本当に人間の口から水分取るの？取る。でも口というよりそこからこぼれた唾液や汗がメインかな。ゴキブリ養殖したら、殺虫剤メーカーとか、スレ主みたいな研究してるとこに買ってもらえるってマジ？千匹でこの金額とか、キロでこの金額とか、あるのかな？僕は企業の研究者じゃないし、薬剤関係で委託された研究はしないから、はっきりわからないが、業界話として聞く限りはそれっぽいのはあるみたいよ。素手で触れる？残念ながら触れる。もう麻痺したよ。金さんが毎日ゴキブリに餌やってたら、ゴキが頭下げて一声鳴いてから、巣に帰っていくようになったって言ってたけど本当かな？そこまでゴキに知能あるの？すまん。ゴキ知能は高いが、その話はありえない。知能が高いだと？ゴキブリってどれくらい賢いの？うまい例えが思いつかないが、虫の中ではトップクラスに入ると思うよ。知能も、繁殖力もね。X ファイルズにそんなエピソードがあったな。害虫駆除会社の人がゴキブリに襲われて死んでたよ。女のゴキブリ研究家も出てきたよ。X ファイルね。見たよ、昔、同業者で話題になったわ。日本は女性研究者あまりいないんだよね。まあ気持ちはわかるが、海外では、今この分野熱いよ。ジャバネとかクロは無茶足早いけど、それってやっぱり人とかから逃げるために速くなったんですか？あとやっぱり大ゴキブリとかは足遅いの？そもそもゴキブリの足の速さが獲得形質だったなら、次世代に遺伝しないはずなのに、なんで今のゴキブリはあれほど速いんですか？もう一つなんであれほど足の毛がやばいんですか？質問ばかりですみません、虫博士が答えてくれないので。ゴキブリの歴史を考えてくれたらわかると思うが、特別人間に対応するために足が速くなったわけじゃない。大ゴキブリも速いよ。ただ茶羽とか黒に比べたら遅いけどね。現段階では足の速さに関しては遺伝としか言えない。結構、ゴキブリは分かってないこと多いんだよね。だから歴史を通して獲得してきた要素としか今は言えない。大ゴキも結構速いのかしらなんだ。そしてやはり遺伝か最終的には見えない速さになったりしたら面白い。聞いてよかった。水一滴で1週間、油一滴で1ヶ月は生きるって話は本当でしょうか？ちょっと大げさだけど、それくらい奴らは強い。水一滴で3日、油一滴で5日くらいかな。ゴキは油が何よりも好きだから気をつけてね。どうしたら G の嫌がる部屋になりますか？水分、油分、動物のケアか、餌を消すだけでだいぶ違う。神経系の研究？それとも系統分類か？神経系だよ。ただ、系統分類も研究には必要だからやってる。よく北海道には G がいないって聞くけど、品種改良みたいなので寒さに耐性持つ G とか作れたりするの？人間が作為的にいじればやれる。実際にある程度やったことあるし。ちょうどさっきゴキブリ見たところだった。あの繁殖力？とか何かのエネルギーに活かせないの？ゴキブリエネルギーなんて嫌だけどさ。他の分野に活かすのは考えたことないな。要中国人、巣に帰れ。大陸のゴキはすげえぞ。ゴキブリにいなくなってほしい人は多いでしょうが、実際問題、ゴキブリの根絶は可能なのでしょうか？根絶やしにするには？絶滅させるのは無理。海外の研究によると世界にはおよそ500兆匹いるらしいから。外見だけで、しかも一瞬でオスメス見分ける方法ある？それによって潰して殺すか殺虫剤で殺すか変わるから。パッと見で判別は無理。やっぱそうか。俺もゴキブリやってたことあるのでちょっと聞いてみたかった。ちなみにお前ら、オスは死に際に独特のフェロモンを出して仲間を呼ぶ性質があるから、潰して瞬殺した方がよくて、逆にメスは卵持ってるとばらまきながら死ぬから、殺虫剤の方がいい。これ常識な。そうそう、メスは意地でも子孫を残そうとするからね。まだ完全じゃない卵でもばらまくからね。ゴキブリホイホイとかで実験するとよろし。知り合いが茶羽のフェロモンの研究してた括弧構造決定とか。神経の研究に使われてるって初めて知ったけど、カイコの脳研究とかはライバルなのか？カイコか、そっちも最近盛り上がってきたからね。ライバルではないな、お互い研究方法とか情報交換することあるしね。
前に腰つべで G 研究してる人の動画があった。慣れてくると G が可愛く見えて、そのうち体に這いずり回れるのも平気になり、最終的には素手で捕まえられるようになるとか。僕は触るのは問題だけど、体に這いずり回られるのは無理。やろうと思えば軍事転用とかできるのかな。一時期、某国が真面目に試作していたみたいだけど、現時点では難しいんじゃないかな。もう少し脳神経あたりの研究が進めばいけるかも。2ヶ月前に VIP で安価されたものを食べるスレが立ち、指定された G をリチギに食べた奴がいた。それについて一言。マジかよ。絶対に冗談でも食べるのはやめるべき。あいつら病原体半端なく持ってるよ。殺虫剤効かないのもいるんでしょ。市販されているのは、その国に主にいる5機を念頭に作ってあるから、海外製だと効かないこともあるし、日本製のを海外の種類に使っても効かないなんてざら。5機って確か筋肉ないんだっけ。だからあんなに走れるとかなんとか。それと体の中がほとんど液体って本当？5機に筋肉ないとか、すげえあるよ。特に足には半端なくある。あと体の中がほとんど液体なんてのも嘘。熱湯をかけたら即死するのはいつまで？なんか最近90度近くのお湯を全身に浴びせても、ちょっと動いてたから怖いんだけど。熱湯は100度近くあれば大概死ぬが、即死となると、個体によるとしか言えない。つまり100度でも即死しない5機もるよ。いいな、虫大好きだけど俺は頭が悪いから仕事にはできそうにない。日本のゴキブリは見た目で損してると思うんだ。グリーンバナナとかドクロなんとかが超可愛い。好きなら、基礎科目を勉強し直して、大卒なら学士入学、高卒なら大学に来なさいな。好きという気持ちがなけりゃこの研究は続かないから、好きってだけで才能あると思うよ。神経モデルとしてのゴキブリの利点は、単純だけど、程よく大きくて、操作しやすそう、くらいしか思いつかない。将来的にトランスジェニックとか遺伝子方面から攻めることは可能？確かに、程よく大きくて、操作しやすそう。これはある、ただそれ以上にあの大きさに比してあの筋肉量、それがなし得るスピード。これがでかい。これは可能だと思う。日本はまだまだだけど、アメちゃんが本当最近熱心に研究してるから。ああ筋肉か、確かにそれは面白そうだな。頑張ってくれ。お前はゴキブリの味方か、味方なのか。ある意味的かな。脳を操作して利用することを考えてるわけだから。ネズミの脳を操作して利用する実験はしないの？というかゴキブリの脳を操作するなんてできるの？動物の脳の操作って虫よりずっと難しいんですよ。脳もそうですが脳及び神経という方が適切ですね。現時点でもある程度は操作できますよ。マンション7階とか高い場所に発生しにくいんだっけ？理由はあるの？いろいろ理由はあるが、単純に言えば、ゴキは基本的に外括弧地面にいる。大概のゴキは人間の家の出入りに便乗してこっそり入ってくるんだけど、まあ高層だと入りづらい。ゴキブリというか昆虫系の基本的な知識として、巨大化すると外骨格に押しつぶされて死ぬから巨大昆虫は実現しないってあれがあるけど、ゴキブリさんならそんな限界を軽く突破してくれそうなので怖いんだけど、実際ゴキブリが巨大化するとしたらどこまで大きくなるのが限界なの？自然につまり進化によってということなら、25センチくらいかな。一方、人間が作為的にいじるなら1メートルオーバーくらいならできなくもないと思う。ただそれはすでにゴキじゃないと思うが、ゴキブリが出た時の対処方法として、ゴキジェットを噴射するのと掃除機で吸い込むのでは、どっちの方が安全に処理できますか？圧倒的に前者。後者じゃ吸引の圧力で死なないで出てくるゴキも多い。近年は昆虫食など虫に対しての研究が盛んですよね。スレ主もそんな昆虫研究の未来を考えているようです。日本はまだまだゴキの研究者が少ない。本当に少ない。理系の皆さん来ませんか？面白いし、下賤な言い方ですがやりようによっちゃ一攫千金を狙いますよ。院生として研究するならともかく、職はあるの？研究員だって人気付きが多いんだし、無責任に若者を勧誘するなよ。つい興奮して勧誘してしまいました。すいません。研究職は日本ではまだ少ない。これから需要が。ただアメちゃんも視野に入れるなら素職は困らない、はず。いや、一攫千金はガチだぜ。もし生態が完全に分かって簡単に倒せたり寄り付けなくさせる技術が見つかれば、世界中の食品産業とか清掃業務とかから注目されるわけだ。油田掘り当てたのと同じくらい巨万の富を手に入れられる。なのに研究者が少ない。そう、研究者が少ないんですよ。海外では本当に増えてるのに、日本もこの分野に力入れないと、後々悲惨な目に遭いますね。もったいないよね。未開すぎるところがあるから、とりあえず生態一つ調べるだけでもすごく価値があるってのに。この分野はまだまだ未開の地ですからね。かといって舐めてると力入れてるアメちゃんやドイツに、また差をつけられるんですよね。ドイツにゴキブリいないのにカッコ少なくとも日常的に見ないのに研究進んでるんだ。遺伝子関係や神経系の研究が進めば、医薬品等も視野に入ってきますからね。僕はこっちに関しては門外漢ですが。疑問なんだけど、ゴキブリの研究でアメリカに負けると何かまずいの？別に嫌がらせで日本にゴキブリを送り込んでくるわけでもあるまいし。単純に言えばビジネス。一番身近なとこで言えば殺虫剤。どんなゴキでも瞬殺できるものが開発されたら売れると思いませんか？
殺さなくていい、家から遠ざけてくれるだけで。家から遠ざけるのは難しいですよ。見えないだけで、確実にいますからね。先にも書きましたが全世界にには推定500兆匹いますからね。わざと研究所からゴキブリを逃がして自然界での様子を観察する実験とかやるの？ゴキを自然界に逃がしてそれを研究する。つまり見続けるあるいは監視するなんて不可能です。100メートル ×100 メートルの疑似的な自然界を作って実験したことはあります。ゴキブリのキモイ以外の病害とか教えて。衛生面だけ？基本的には衛生面。ただゴキブリは基本的には感染症を媒介しないから、触っても感染になることはない。ただものすごく汚いことには変わりないけど。ペストやマラリアとかは媒介しないってこと？食中毒の原因になるだけってことか。基本的にはそう。ただし茶羽が媒介した例が報告されてるから。例外はあるよ。ホストがいる環境にゴッキー置いとくと、感染源になる可能性があるのか、怖えー。ちなみにゴッキー一匹の行動半径ってどの程度なんですか？それも種類によるとしか言えないんだが、人によっても意見が違うと思うが500メートルくらいかな。ゴキブリの巣ってどこに作られやすいの？ちょっと棒でつついてくる。種類にもよるが、基本的には外だよ。ゴキは人間の出入りに便乗して入ってくるから。足高軍曹について一言。結構マニアックなこと知ってますね。一般にも認知され始めてるのかな？あいつは一言言うならキラーだね。スレはこの辺りで終わっていました。続いては2022年の5月に建てられたスレを覗いていきましょう。ゴキブリにちょっと詳しいけど質問ある？国内のゴキブリの生態、駆除法の質問なら答えられると思う。国外は種類が多すぎて管轄外。アース製薬勤務なんか？全く関係ないけどアース製薬の出してる記事は結構読んでました。ゴキブリの赤ちゃんの形状を文字だけで教えて。絶対画像は貼らないで。2ミリくらいでまだ触覚も短いから一瞬すごく小さいクワガタに見える。俺が最初に見た時は、エアコンの風に揺られた箱ティッシュの上で揺らいでて、少し可愛かった。潰したけど。ゴキブリの食性。何でも食うよ。フローリングなんかも削って食おうと思えば食う。何食べてるの？家にいるやつは人の皮脂とか油かすとかホコリ食ってる。森にいるやつは葉っぱとか木の実食ってる。人の家住むより森に住んだ方がええもん食えるやん。ゴキブリ退治というよりも、ゴキブリが来るのを未然に防ぐ最適の方法って結局なんなん？暖かくて湿気の多い場所を作らないことだけど、人が生活する上でそれは不可能だから、発火の匂いがする洗剤とかを設置しておくと、ゴキブリ寄ってこなくなりがち。一番有効な市販薬及び対策方法。どういう有効かがわからないけど、出てきたやつを退治するだけなら、食用洗剤と水混ぜたやつかければ死ぬ。ゴキジェットとかは人に例えると、麻薬も大量に持って殺す感じだから暴れてから死ぬ。暴れて足が動いてるのキモいし部屋汚れる。一軒家建てて大体何年ぐらい経ったらゴキブリ住み始める？1ヶ月。環境にもよるけど隣の家にはもうすでに住んでるぞ。黒ゴキブリのおすすめの調理法は？ゴキブリは人の食材ではない。爬虫類やカマキリなどの虫に与えよう。逃げるとき IQ 上がるんだっけ？学習するとは思うけど IQ が上がるかはわからない。ネズミとかゴキブリは子孫残すの早いから、その分進化するのも早くて薬剤が効きにくいスーパーゴキブリが誕生するとは聞いたことある。スプレーかけて死んでるか微妙なゴキブリをトイレに流してるけど、生き返ってトイレの中から戻ってくる可能性ある？可能性はある。どのくらい薬剤かけてるかによるけど、ゴキブリの体の周りには油があって水弾く。息せずに40分から1時間くらいは生き延びれるはず。最近3回風呂場でゴキブリ出てきて、3回ともシャンプーで殺したけど殺し方合ってるか？合ってると思う。シャンプーかけた後に水かけるとなおよし。ゴキブリってくすぐり効く？効かないと思う。そういう論文や記事を見たことがないってだけだけど、面白い発想だね。たまにどでかいゴキブリ唐突に一匹おるやん。あれどっから入ってきてるん？室外機からエアコンルートもあるし、黒成虫でも3ミリくらいの隙間なら体よじらせて通ることできるよ。動きキモいから動画見てみるといいかも。ゴキブリを殺す方法はもう知ってる。ワイが知りたいのは逃げ足の速いあいつらを一旦引き止める方法や。コーラスジェットとかじゃダメかい？じーって潰すと卵飛び散るから潰すなって聞いたんだけどマジなんか？クモにそういうやついたと思うけど、じーは卵持ってるうちに孵化することはないからありえないと思う。卵持ってても1ヶ月くらい孵化に時間かかるはず。エアコンにゴキブリの巣作られたらどうすればいいの？エアコンをずっと稼働させてたり湿気多かったらありえるけど、まずエアコンに巣を作ることはないかも。もしできたら業者呼ぼう。去年の夏ゴキブリ10匹以上出現したんよ。一晩に2匹の日もあって、それから1年間エアコンつけてなかったんやけど今年猛暑らしいからつけるのが怖い。ゴキブリ食ったらなんか害ある？ゴキブリ自体にはない。スマホ画面より多く菌持ってる。育て方と食べ方。爬虫類本とか飼育方法載ってると思う。食べ方はお好みで。ゴキブリホイホイに引っかかってから何日で死ぬ？半月あれば死ぬと思う。何も食べてなかったらもっと早く死ぬよ。1週間は見積もった方がいいかもね。ゴキブリ駆除薬品の会社がゴキブリ放ってるって本当なの？ゴキブリの 98% はアマゾンにいて、2% が都市部にいるって言われてるから、薬品会社が放つ必要もないと思う。
この情報からすでに薬品会社の情報操作されてたらわからないけども。引っ越しした時バルさん以外でした方が良いことある？隙間を紙粘土とかで塞いでおくといいかも。ゴキブリってどんな味？食べてみるといいと思う。生のゴキ食べた人のレビューで牛乳の絞りかすみたいな味って聞いた。3階に住んで5年経つけど1階も出たことないわ。高いところには来れないのかな？高いところにも行ける。電柱くらいなら簡単に登れるから。気圧の変化とか感じないうちの高さは登れると思う。ゴキブリが滑空じゃなくて飛んでるの見たことあるやつは教えてくれ。飛ばないのが正しい。滑空ついでに滑空した場所の高さより少し上の位置に着地することはあるけど、地面からは飛べない。スレはこの辺りで終わっていました。なぜかゴキブリを食べようとするスレ住民が多くいましたが、ゴキブリは病原菌のオンパレードなのであまり口にしない方がいいでしょう。嫌われがちなゴキブリですが、野生では非捕食者として生態系を支える大切な役割もあります。皆さんはゴキブリはお好きですか？